古代イングランド南部のケルト系諸部族レグネンセスは古代のブリテン島南部にあったケルト人の王国で後にはローマ帝国の属州ブリタンニアにおけるキウイタスの一つとなったレグニ、レギニなどとも呼ばれるその首都ノーイオマグスレギノルムは現代のウェストサセックス州地チェスターにあったローマ帝国のブリタンニア征服以前の段階ではこの王国の領土も首都も アトレバティス族の領域の一部となっていたようであるが、あるいは、鉄器時代のブリテン島の諸部族による部族連合の一部であったのかもしれない。ローマ帝国による征服の最初期の段階を過ぎると、おそらくは、東部のローマ支配地域と西部の未征服諸部族の領域の間に干渉地帯を設けようとして、ローマ人たちはアトレバス族に従属国として名目上の独立を認めた。 この王国の統治者は、ティベリウス・クラウディウス・コギデブヌスで、タキトスは彼について、コギデブヌス王に、いくつかのキビタスが剣じられたと記し、そのローマへの忠誠について書き記している。父チチスターで出土した一世紀の碑文には、この王のラテン語名が記され、ローマ皇帝クラウディウス内詞はネロによって、ローマ市民権が与えられたことが示唆されている。ローマ帝国の介入の口実となったのは、 アトレバティス族の王、ウェリカが王位からの追い落とされたことにあったが、コギドブヌスはウェリカの親族であった可能性もある。コギドブヌスの死後、王国はローマの直接統治下の俗州に組み込まれ、アトレバティス、ベルガエ、レグネンセスなど、いくつかのキウイタテスに分割された。このような説は、このキウイタスがレグネンセスという名であったはずだという前提に立っているが、 これは確たる証拠があってのことではなく、多くの言語学者は地元で呼ばれていたであろう。レグにないし、レギネという呼称を支持している。ラベンナ・コスモグラフィに見える複数形俗格の部族名称の読み方さえ偏った決めつけである。さらに進んで、これらすべてをレグネンセス、すなわち王国の民だったとするのは、無分別という以上の無茶苦茶である。プトレマイオスに見える。 部族名には、レグノイ、リグノイ、ないし、レギノイがある。これが、ブリテン島のレギニのとこだったのではないか。とする説もある。とジャクソンは述べている。この説について、リベットとスミスは、これは確かに正しいと指示している。同様に、コギドゥブヌスが、それまで元老院議員にしか与えられていなかった、レガトゥスに認じられた、とする説の根拠は、 シチスターで出土した一部破損した碑文に、コギドゥブヌス、王にして、ブリタンニアにおける帝国のレガトゥスと記されていると、されることにある。しかし、この碑文は、コギドゥブヌス、ブリタンニアにおける偉大な王と読むべきものであるようだ。ジャクソン1970リベットスミス1979ボガーヤーズ1979ありがとうございます。